他夫纳尔。こっちも必死なんだね。这么硬。カロンの見え見えだ。古罗斯塔尔放了一招古罗斯塔尔，没有中。痛！这里是不是要走桥啊？哎，对耶，有那个宝箱，我都忘记要捡。又在爆雷！これも策の草。上場の戦果だな。見え見えだ。この時を待ってた。
悪いな、止まれないな。役に立てましたよね。おっと、南から魔獣が北の道にも。谁啊？谁在给我召唤啊？拉米，直接叫他闭嘴。多米尼克抓起来。哎、欸，啊，怎么刚刚一开始看好像很多敌人，现在死的差不多了。EXE 眼镜。他怎么眼睁睁的看着自己被射死？想干什么嘞？哎呦，干！危险，危险！啊，血量多少？47了。我一定要射两次他才会死，靠你啊！哇，圣盾！啊，那可以，那可以。啊，抓起来！你得，哎，少则休斯嘞。好像有点痛，不知道为什么。风神。冴えているな。私まだ死ねないので。
先揍这个看起来比较丑。李刚，还想刚谁啊？李刚，溜猫侠，感谢弗拉鲁达利乌斯。万有は塩か。はいはい、行きますか。負けるわけにもいかないじゃない。巨大龟甲。秘传之心。計算通りの戦果だな。剩两只。干什么李刚？这坐下青龙。死に急がないでくれよ。抵抗すらせてくれたが、これでようやくネメシスと同じ舞台に立てたってわけだな。死去。可以，这是用计策。その剣、お主、我と同じ炎の紋章を宿すか。この一手だ。お、九。他的攻击判定是多少？哇，攻击判定这么大！こういう手もある。好像没什么用。炮台，可惜这炮台不能玩。姐夫，我怎么劈都会被劈成狗。
你那怕我啦，不啦坏路，啊啦坏路，方坦不怕啦坏路，很坦，因为他会冥想，又是一尾活龙。喂，挤在一起！啊，血量是107。哇，直接抓起来！最痛的是这个，而且会直接抓起来。不愧是银级。那军队人数太多了吧，103。我可以砍他最痛的这一把。他最痛的是天地之霸剑。霸天，霸天反而砍不痛，太好笑了。三把，他的赛报纸就挂了。嘿嘿，围炉。对，砍拉坏炉，干你怎么不砍拉坏炉？啊！终于可以拿宝箱。这什么东西啊？哎、欸，他怎么跑到草地？他刚去站堡垒不是很好？天地之霸剑，机会吗？赛个暴击看看。看有没有人可以先帮我把他打一点血量。哦，命中好低哦！为什么不会扣血？太好笑了吧！不会扣血。不朽战绩87，卢米卢米，感谢74。揍他！伤害竟然一样。好痛！这你要怎么打比较顺利呢？好像其实差不多。慎重にお願いしますね。
他打我的法师、欸、不准打我的法师。怎么打怎么死，不怕支援散魔力。还是要死。二连爆！この嘿，我本来想要用白毛去轰他最后一下的球。结束。今のは聞いたみたいだな。終幕だ。行くぞ兄弟。あんたからしたら誰だって若そうだろう。後世の歴史家たちは今日のこの日をこう呼ぶだろう。フォドラの夜明けと。任せたよ先生。俺は歴史は時の四すがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。野望に満ちた邪王ネメシスを討ち、フォドラ最大の危機は回避された。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。国家、信仰、歴史、これまでの秩序を形作っていた全てが白紙に戻り、フォドラを救った英雄たちの手によって新たな秩序が築かれようとしていた。統一されたフォドラの新たな指導者は、民族や信仰の違いを乗り越え、誰もが平等に生きる世界を実現するため、終わりの見えぬ道を皆と歩き始める。その道はフォドラのみならず、遠く大海を越えてダグザへ。
あるいは喉元を越えてパルミラへ、やがて到達することを恋願って。すみません先生、追いかけてきてしまって。どうしても二人でお話がしたくて。お疲れでしたら出直して。ありがとうございます先生。先生はいつもそうやって私のことを拒まず受け止めてくれましたね。その温かさに励まされて、こんな私でも前を向いて戦い続けることができました。でも戦い終わったら、そのどこを向いていいのかわからなくなって、さらに一歩踏み出そうにも、どっちが前なのか後ろなのか。父からは早く帰ってこいと言われているんです。有力諸侯に嫁がせるという話は今のところ里闇になっているんですが、こんな私でもこの戦争に参加したことで領内では英雄扱いされているらしくて、私をそばに置いて自慢したいらしいんですバカみたいですよね。でも私が前を向いたことで、父ともやっと親子になれた気がします。いえ、自分が何をしたいのかいろいろと考えたのですが、これを受け取ってもらえないでしょうか。すみません、驚きますよね。私が一番驚いています。他人を避け人生を諦めていた私が、自分から誰かに指輪を送るなんて。だけど先生や仲間のおかげで私は強くなれたんです。その集大成というか、強くなれた証を見てもらいたくて、勇気を出してみようと。あ、でも結婚してほしいとかそんなおこがましいことではなく、これからもあなたを思い続けたいという誓いの意味で、というか。え、いいんですか、こんな私で。先生、強くなったと思いましたが、やっぱり私、先生なしでは生きていけないみたいです。先生の力になれるように頑張ります。だからこれからもよろしくお願いします。
夜明けの手を取り高く羽ばたく日まで安らぎの夜すがに身を預けて震えてる。銀の燭台きらめいて並んだ笑顔はみんな眩しくて自分の居場所にほだされる力の印焦がされた畳濡れた背中を追いかける振り向く瞳に戸惑って告げかけた嘘を飲み込む叶うはずのない約束は
结束啦，继承过关资料，若有标记过关记号苏蒂斯的储存资料，就可以继承过关时的状态，从头开始游戏。进行继承时可以继承以下项目：雇佣中的骑士团、商店等级、圣人像强化阶段、名声值。此外，若在自己的房间选单使用名声值，可以将以下项目提升至过关资料内的阶段。有些音乐是没有出现的。影片鉴赏是 OP 吧？有字幕，黎明，东方人民，炎帝之死。我那只要全部打完才看得到全部呢。活动鉴赏是什么？白云之章、翠峰之章、隶书、资源对话，这个再看一次。S。可以这样看，变更播放条件，哇，还有分哦，死游戏。吉尔伯特。吉尔伯特应该只有在那个吧，青狮那边才有剧情吧。其实好像没什么差别。拉威尔，切换语音，结束啦！哇，好累哦，这样打一轮要60个小时上下，哇、哦、啊！すごく甜です。干，参数错误。之后 DLC 吧。哎，我不是可以看那个吗？有玩60个小时以上哦，真的累。我 Feedback 现在打了58小时，我好强。85个小时，卡米可。大乱斗也打80，好屌！奥德赛我竟然只玩了35嘛，我打这么快啊！哎呀，尊爵不凡，这个没破百，真是对不起我自己。尊爵不凡，这个破百，真是对得起我自己。
终于是破关了。哎呦，哎呦，哦，好累。全部看完200个小时哟。不过继承之后应该好一点，继承有很多东西是可以略过，光是不用钓鱼应该就差很多了。不用钓鱼，还有圣人像早期就开启了，练东西会比较快。加上现在攻略多，你可以专注的做你要的事情，就可以很快很快，能力会跳很快。经验值加的速度会比较多。我上上班上一上，我上哎呀，好，做个记录。